皆さんこんにちは。旅が大好きなラブポートです。 G'day, it's Love Port, the travel lover。 今日は日本航空のクラス J なのにビジネスクラスの座席に乗れる便のご紹介をしたいと思います。この日は一人でのお出かけだったので、バスで空港まで向かいます。 If you are staying in Tokyo and have to get to the airport, taking a bus could be the easiest way to get to the airport. この日は金曜日の朝でしたが、池袋から羽田空港まで高速バスで1時間かからずに到着することができました。 This was the Friday morning and it took about less than 1 hour from 池袋 to 羽田 airport by this bus。この日は普通席の予約でした。で、今が搭乗から1時間前なんですが、チェックインの時に当日アップグレードを申し込んでみようと思っています。チャンネル登録お願いします。緊急事態宣言中なので、北ターミナルは閉まってるんだけれども、チェックインカウンターは開いてるそうです。私は JGC プレミアのステータスがあるので普通席の予約だったんですが、こちらのファーストクラスチェックインカウンターからチェックインを行うことができます。あ、割れ物入っているので、はい、はい、お願いいたします。はい、はい、あ、はい。I applied for upgrade when checking in, but I had to wait for cancellation. こちらが日本航空のラウンジの入り口で、搭乗券をかざしてチェックインを行います。こちらでダイヤモンドプレミアラウンジと桜ラウンジの二手に分かれることになります。私はダイヤモンドプレミアラウンジの方に入れるので、そちらに向かいました。 It's the Diamond Premier Lounge where frequent flyers can go in. なかなか早い便だったので、最近混んでるラウンジもあまり人はいませんでした。The state of emergency was lifted, so there was no alcohol.Provided in the lounge. I wasn't gonna drink anyways. So. この日は出発が早くて朝ごはんをいただいてなかったので、おにぎりとクロワッサンをいただきました。I didn't have any breakfast, so I had rice ball and croissant and some corn soup.
って当日アップグレードの空席待ちの結果を聞きに来ました。アップグレードできたかと言いますと、ただできました。当日1000円でアップグレードです。Remember I said I applied for upgrade and yes I got upgraded。 でなんでこんなにワクワクしているかと言いますと、国際線の機材だったんですね、こちらの機材が。でクラス J に乗るとビジネスクラスの座席に乗れるっていうことでラッキーでした。 Subscribe and I'll be happy。さて座席です。こちらはスカイスイート3という種類の機材になっています。足元も広々でいいですね。足が届かない。This aircraft is usually used for international flights.元の予約が普通席の場合、当日空席があればクラス J にアップグレードすることが可能です。その場合プラスの差額がたったの1000円なんですよね。で1000円でこのビジネスクラスの座席に座れるっていうのはとっても価値観がありますよね。In case of emergency, please follow our instructions. 酸素マスクが出てきたら強く引いて鼻と口に当てます。 If oxygen masks appear, pull the mask toward you and place it firmly around your nose and mouth. 引き手を引いて膨らませます。 Hold the tab to inflate the life vest when exiting the aircraft. 膨らみが足りないときはチューブから息を吹き込みます。If necessary, blow into the tube to inflate the life vest. 前と後ろの非常口を確かめてください。当日アップグレードできたことが本当に嬉しかったので、 CA さんにボーイング777のステッカーありませんかって聞いてみたら、こんな風にプレゼントにいただいたんです。中身はこんな感じでした。ステッカーとあとはフライトログまで書いてくださって、お手紙も可愛かったです。あとは777の模型も後ろにありますね。ステッカースーツケースに貼ります。 This is really special Tokyo 2020 Olympics. It didn't happen, but
はフルフラットにできる機材なのですが、フライト時間が短いので、おそらくフラットにしてる人はいなかったと思います。I could actually make the seat full flat, but I didn't have enough time for this flight. 中のものを取り出し、肘掛けを元の位置にお下げください。とっても快適だったので1時間半のフライトがあっという間に終わりました。 It was really comfy for sure. So 90 minutes flight seemed really short. さていかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんも国際線の機材で当日アップグレード1000円で狙ってみてください。 Thank you guys for watching. See you next time.